消えてしまった。問題ありません。来るべきものが訪れたまで。お前だったの、タンス。お会いできて光栄です、大木様。あまり驚いていらっしゃらないようですね。ふん、薬王秘伝が探偵誌に隠れていることは将軍も私も知っていたわ。ただ確たる証拠がなければ六氏を審判することはできないから、ちょうどよかったかもしれないわね。性格の邪推を泉州に引き入れ、剣木をよみがえらせた上、人々を魔恩の身に貶めた。これらの大罪すべて獣王氏に清算してもらいましょう。大罪、私が罪を犯したというのなら泉州の祖先たちも大罪人ではありませんか。北条の賜物を受け子孫たちを長命主にしたのは彼らなのだから。薬王秘伝はただ彼らが歩んできた道をたどり、さらなる調達を求めたに過ぎません。それに何の罪があるというので。その時剣木の根は千秋羅布を包み込み、まるで生きているかのようでした。我々は政界において他の追随を許さない存在になった。全ての人々が得道して仙人となり、自由自在に変化することができたのです。北条の賜物が九層の泉州に降臨する、なんと輝かしい時代だった。それに比べて今の泉州のありさまを見てください。要求に惑わされ、北条の民によって幾度も途端の苦しみを味わってきました。ああ、嘆かわしい。無知を責めるつもりはありません。私たちは剣木が誕生した時代に生まれ、その奇跡を見届けたわけではありませんから。しかしまだ機会はある。今から個性を取り戻して。ふん、どんなご考説を持ち出すのかと思えば、力を求めるだのなんだのとありきたりな言葉ばかりじゃない。泉州の祖先たちが帝宮と共に戦い、獣王氏を設立して生死を定めたのは、再び人間として生きようとしたからよ。仙人、泉州に仙人などいない。北条の御業も生死を操ることも、お前たちのしていることは人ならざる外道の所業に過ぎない。お話になりませんね、大木様。あなた様は選択をなさった。力を諦めるという選択を。そしてそれはとても愚かな選択である。なぜ、なぜなの。彼女は確かに。剣幕は降臨する。不朽の戦区を携えて、性格を授けた者が、そう、剣道百王絶滅大君も約束を果たしなさい。今ここで。あらあら、どうして私の手を汚させようとするのでしょう。これでは私の壊滅の美学に背いてしまうではありませんか、虫けらが。選手を内部から解体するには他の手を考えなければならないようですね。はあ、残念。もっと観察したかったのに。
王子の恩恵を受けたんですもの。壊滅の祝福に耐えられるのも当然だよ。恩人の皆様、改めて自己紹介させてもらう。わらわこそは絶滅大君元老。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。うちがいるんだから負けないよ。ありがとう。またおお、いいパンチだ。つまり今までうちらと一緒に行動してたテウンはレギオンの人間だったってこと。さっきテウンの体から出た炎は何？テウンの体は、あの子の体はどこに行っちゃった？幼児ちゃん、幼児ちゃんなら何か知らない？さっきは何が起こったの？あの炎は絶滅大君元老を自称した。この名前は以前他の七死人から聞いたことがある。彼女はナヌークの機関にして七大君の一人、凡人の自滅に執着していて、多くの生命が彼女に誘われ未来永劫の深淵に落ちていった。それはつまり、あの天白氏の娘は元老に惑わされてレギオンの手先になったということ？いや、それはわからない。元老は精神と物質双方の壊滅を、心の崩壊による肉体の滅亡を好んでいる。だがテイウンさんの言動は、惑わされたり操られたりしているようには見えなかった。もしあれが本物のテイウンさんでないとすれば、元老が化けていた可能性が高い。幼児ちゃん、それってつまり本物のテウン？すまないなのか、まだはっきりとしたことは言えない。本物のテイウンさんがどこにいるのか、いつすり替わったのか、これはあくまで個人的な推測と希望だが、もしあれがテイウンさんだとしたら、わざわざ元老が証拠を破壊する理由がない。亡骸を敵の前に投げ捨てた方が彼女の壊滅の美学にふさわしいからな。そう考えると、俺たちの混乱と猜疑心を煽り、自分の毒策にはまるよう仕向けることこそ元老の真の目的なのか。なるほど。薬王秘伝が反乱を起こしたのもレギオンの大君と裏で手を組んでいたからなのね。奴は先囚人の姿に化けて性格をラフに持ち込み、私たちを自滅させよう。奴の狙いは剣木に違いないわ。剣木に手を加えることはラフの根源を奪うようなもの。そうすれば容易に先週を覆滅できるでしょうね。もう時間がない。急いで奴を止めるわよ。戦車に乗ってすぐ前に見えるのが剣木を封印している洞天、林炎鏡よ。さあ出発しましょう。先囚人の姿、何より心配なのはこの先囚に。もう急展開すぎて何が何だか。でも幼児ちゃん、先囚人の姿に化けて私たちを愚弄していたなんて、本当に忌々しい。この先囚にあとどれだけの反物質レギオンが潜んでいるのかわからないことね。まだ行かないの？もたもたしていると手遅れになるわよ。万
感じ順調。千の珍奇をもって鼓舞を、万事吉とならん一心同期。うん、ズボン、ちゃん。考えても無駄。お願いだから上がらせて。お願いお願いお願い。